本日はサイバーエージェント東京大学マーケットデザインセンター共催イベント、カブテックとマーケットデザインにご参加いただき、誠にありがとうございます。本日、司会を務めさせていただく、株式会社サイバーエージェントの徳津と申します。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、まずサイバーエージェントの淵の上より、本イベントの趣旨について説明いたします。よろしくお願いします。 サイバーエージェントの淵上でございます本日はお忙しいところ、えー、本イベントに参加していただきまして誠にありがとうございます、えー、サイバーエージェントはですね2020年の4月にデジタルガワーメント推進室を立ち上げまして、えー、よそれから半年後の2020年の11月にガブティック開発センターを立ち上げましてですね、えー、観光庁自治体様向けの DX を推進する えー、ということでですね、えー、本格的に、えー、参入をさせていただきましたでその中で、えー、サイバーエージェントがどんな価値を出せるのだろうかというふうな形で、えー、これまでいろいろ考えていた中で一つですね、えー、2030年の当たり前を作るというような、えー、目的を持ってですね2030年には、えー、当たり前になっているだろうという、えー、技術や、まあ、デジタルを活用した えーまあ、ガブテックの領域においてです、ね、でわれわれは先んじて実証実験を含めて参加していくというような形で、われわれミッションを掲げまして、これまで行動させていただいております。その中で、ですね今日ご紹介する、えー、マーケットデザインの中のですね、えー、保育所の利用調整ですとか、まあ、コロナ対応に応じて、えー、AI 電話を活用した事例。 こういったものは2030年にはおそらく当たり前のことになっているだろうというふうに我々考えておりましてえ今回ですねえ東京大学 UTMD のえ皆様とですねえこの実証実験にえ参加していただいてですねいろいろお手伝いえご協力いただきましたえ玉城さん渋谷区さんえ交えましてあの今のこういった最新技術の現在地というものが本日のイベントでえしっかりと えー、お伝えできれば、えー、幸いだと思ってます、えー、渋谷区の皆さんあの、えー、渋谷区の、えー、山本さん田村市の田中さん、えー、小島先生の先生ぜひ、えー、本日よろしくお願いいたしますありがとうございましたそれでは第一部のテーマ官学民連携の事例保育所の利用調整に移りたいと思います はじめに東京大学マーケットデザインセンターセンター長の小島不比と教授に保育所の利用調整に取り組もうと思われたきっかけについてお話しいただきます。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。ご紹介を預かりました小島です。では早速なんですけれども、えー、っとちょっとスライドをシェアさせていただいて、それにえー、っと基づいてお話をしたいと思います。えー、っと今。 スライドのシェアをしたんですけれども、えー、っと大丈夫でしょうかね。えー、っとはい、えー、っと何かありましたら言ってください。はい、ではよろしくお願いします。えー、っとまあ、えー、このプロジェクトを始めたきっかけ、えー、に関係あるんですけども、まあ,ある意味でアカデミア私の大学アカデミアっていう立場から見て、どうしてこの待機児童問題というか、えー、まあ、保育園の問題ってことに興味を持ったのか、どういうどういうことがその 研究者の目を、レンズを通してみると、まあ、どういうことが問題で、どういう解決法があるのか、まあ、そういうことを考えて、どういうことかというのをお,かお話したいなと思って、今日は来ました。よろしくお願いします。で、えっと、まず、具体的に使うのはマッチング理論という、えー、経済学の一分野の理論ということになります。で、えー、まずマッチング理論とは何なのかということをちょっとだけお話しますと、まあ、名前の通りに、 えっと何かですね物と物とか人と人とか人と物っていうのをうまく組み合わせるマッチさせるための理論です、えー。なんでこれ経済学者がそんなことをやるかっていうとまあ当たり前の話なんですけれどもまあ世の中には いろんな社会問題があって、その中の社会問題の多くにはですねマッチングっていう問題の側面があるということですね。き、まあ、今日のお話でいうと、その保育園の問題、待機児童の問題はもちろん、えー、その子どもと、まあ、子どももしくは親と保育園のマッチっていう側面がありますし、まあ、ワクチン配分っていうのは、ワクチンというものをとまあ人の間のマッチングっていうことになります。でその他にも、えー、いろんなところでこのマッチングって問題が発生していた。例えば就活 えとかまあ、入試とか結婚とか、まあ、いろんな問題がこの範疇に入ります。でこういういろいろなあ社会に出てくるマッチング問題について、えー、うまいマッチング、まあ、適材適所っていうかいろいろな、えー、組み合わせを考える、えー、こういう理論がマッチングです。でこの理論をもとにどういうことを考えたかってことを今日は短いですけどもお話をまずします。はい、で、えー、ここにいらっしゃる皆様の前で、まあ、これ改めて言う必要もないかもしれませんけれどもあの待機児童ってまあ大変大きな問題だなというふうに ここ数年の間にかなりあの問題が改善したとももちろん言われていて、このこ,こにスライドに出ている、まあ、あのブログを覚えてらっしゃる方も多いかと思うんですけども、まあ、あこの頃と比べるとだいぶ待機児童がすごく減っているという話もありますけれども、まあ、もちろんその、えー、保育園にどこにも行けないという人がかなり減っている一方で、えーその あまあ、な,なかなか希望がかなわな,くかな,わないところに今行っているというようなことを言っている人もまだたくさんいるというところで、いまあ、だに重要な問題かというふうふに思います。でえー、とでまず一応お,お,おさらいというか、えー、今日の、えー、話は、えー、と認可保育園の話をしたいと思います。で認可保育園というのはどういう仕組みで大体です、ね、行われているかということをちょっとおさらいしましょう。えー この仕組みでまず押さえておきたい面白い点は、えー、この認可保育園と子どものマッチングっていうのは、あの保育園ごとに決定しているのではなくて、まあ、自治体が決定しているということが大きなポイントになります。えー、なので、自治体のごとにですね、その自治体内にあるすべての認可保育園と、まあ、そこの住民のお子さんの間を大規模にマッチするという大変な仕事をしているわけです。 で具体的に言うと、自治体はまあざっくり言うといわゆる保育の必要性に応じてもう子どもを順位付けして、えー、親の方は、えー、逆に保育園を順位付けすることになります。どの保育園が第一希望か第二希望かということをまあ書いてリストとして提出するということになります。えー、こちら右側に使わせていただいたのは、えーえー、このプロジェクト始まる前に、えー、研究でご協力いただいた山形市からのものですけれども、まあ、こういったですね あの親御さんは第1期、第二規模い,うこういう希望する保育園について、えー、保育所の名前を書いていくとこういうことをするわけです。でこの情報をもとにマッチングをします。はい、でこ今まで言ったことはほぼすべての自治体に共通のやり方になって、えー、細かいところでいろいろ違っているということになっていくと思います。でえー、じゃあ早速ですけれども、えー、この研究者の目から見た問題点とその解決法についていくつかお話ししたいと思います。でまあ、1個目はです、ね、非常にあの わかりやすい話で、まず、ですねこの入所決定とは、すごい大変なあ仕事だということになります。 これあの申し込み者の方はも,もちろんそうで、えー、と私も子供も、保育園年齢の子どもがいるんですけども、その紙,で紙にです、ね、今言ったような情報を全部書き込んで提出するということをするわけです。で、でこれ、受け取った自治体の方も非常に大変で、えーまあ、紙ベースの場合には、その紙の情報をまずエクセルのシートか何かに移して、でそのエクセルのシートを見て、ですね一人一人の情報を手で見ていって、まあ、決めていくということになります、えー。少なくとも数年前までかなりそういうことがされていました。で でえー、なんですけれども、先ほど言いましたように、いろいろな情報がすでに提出されていて、えー、マッチングというのは基本的には、決まったルールに従って保育園に子どもを入れていくという作業ですので、これはコンピューターの非常に得意な分野、ですいわゆるアルゴイズムの得意分野になります。でえー、手作業だと、従来数日から数週間というレベルでまああのかかっていったところ、コンピューターだとまあ一瞬で終わることころになります。 もちろん実はコンピューターの一瞬というのはちょっと語弊があってもの物によっては時間がかかる可能性があったりするんですけども例えば兄弟がいるとえっ、ー、と兄弟を2人です、ねえー、同じ保育園とか近くに行かせてあげたいみたいなことを考え出すとかなり大変でここは実は少し大変なんですけどもあの私自身の研究も含めて子どもあのコンピューターの実装をうまくやることで、まあ、解決できることが分かっています。 でえー、っとこれ、数年前まで非常に大きな問題だったと思うんですけども、まあ、今、急速にですねご存知の方もいらっしゃるかと思うんですけども、まあ、急速にコンピューターが進んでいるというところで、かなり解決に近いところになっているというのが認識です。では、問題が全部終わったかというと、そうではなくて、えー、問題点と解決を見にいきますけれども、自治体、まあ、全国に1700余りある自治体の中で、仕組みは、ですね国々の自治体で少しずつ違っているんですけれども、仕組みは大きく分けて2つにあります。1つは あの点数優先の方式と言っていい方式式といいってです、まあ、ゲール・シャプレイっていう2人の人が考えたというので、まあ、ゲール・シャプレイって呼ばれていたりですね、えー、いろいろあ、まあ、呼び名があるんですけれども、えー、これは、まあ、ざっくり言うと保育の必要性の点数に従って上の人から、えー、リストを見ていってその人が入れる一番いいところに入れてあげるという方式です。 で希望順位の優先方式というもう1個の方法があって、えー、これ、ボストンで使われているので、ボストン方式なんて言ったりするんですけれども、これは第1希望をまず優先します。第1希望をの保育園のところの欄だけ見て、その中で、えー、点数の高い人を入れていってあげて、でそれで定員が残っている時だけに、えー、だけ、えー、第一希望の人も入れていったり、そういうことをしますで。こういう説明をすると、希望順位の優先というのはなんかです、ね、なるべく第1希望を叶えてあげるので、いい方法なんじゃないかって、まあ、思うのが自然なんですけれども、実はそうではなくて、 あのこういうことをすると、あのですね、参加者の方がああの嘘をつくインセンティブがあるんですね、えー、例えば第一規模と第2希望の自分の行きたい,行かせたい保育園はどっちもすごい人気なので、もし第1希望に入れなかったら、ですね第2希望に人気のとこ入っても絶対入れないわけですね、定員が埋まっちゃってる。 なので、えー、例えばですね安全パイのために、えー、第3希望の保育園をあえて第1希望って嘘の情報を書いて入ろうということを、まあ、あの親御さんはするわけです。でこれもちろん個々の親御さんからすれば最もおあのおそうするのがいいわけですけどもこの仕組み全体としては非常にまずいことになります。どううしててかっていうと例えばですね 安全策をとって、本当は第3規模の保育園を第1規模と書いて入ったんだけど、実はよく見てみると、えー、自分の大本当の第1規模のところに定員が余っていたとかですね、えー、もっと悪いのは、そういうペアが2人いて、2人の間で交換すれば、本当は2人とも第1規模に行けたのに行けてない、実現できない、まあ、こういうことが起きる可能性があるということになります。えー、今日、この話は、関係する話が後からまた戻ってくると思うんですけども、まあ、こういったことが実際に問題になるということになります。えーでえーまあ、研究所の間で大体 同意を見ているのは、まあ、こういう理由があるのでここでいうと点数優先の方式をベースにメカニズムアルゴリズムを組んでいるのがいいというふうに言われています。 えー、もうちょっと、あと3、4分あるかと思いますので、もう少し話させていただくと、えー、解決問題点の3つ目として、これ、保育園、面白いなと思うのは、大体、だいたいまあ年齢ごとにクラスがあるわけですね、0歳児から5歳児までざっくり言うと6 6、6種類の年齢枠があってで、現状ではほとんどの自治体では、基本的に、えー、各保育園の各年齢のおお定員枠を決定して、その後でマッチングを行っています。 こうすすす。るるととででね、私がが年齢のミスマッチと呼んでいる状況が起きえます同じ保育園の中でも例えば1歳と2歳の枠はすごく埋まっていて入れない人がいるけれどもその一方で他の年齢の枠が空いているなんてことがあります。 でえー、現状ではこういった場合には例えば、えー、第2次募集をかけるなんていうことをして、えー、するわけですけれども、まあ、これは非常に手間がかかるし、えー、場合によっては、えーえー、一次募集では第3規模に入ったんだけど実は二次募集で第1規模のとか実は枠が空いてるなんて悲しいことも起きるわけです、えー、ということになります。 で私自身の研究でもそうなんですけれども、年齢別の定員を提出された希望の順位表をもとに、アルゴリズム内で自動的に調整していくということをすることで、対応できるということになります。で、えー、っとで今回のプロジェクトの前段階としてやった研究で、山形市からいただいたデータを使った試算だと、待機児童が60%以上減ったという、まあ、試算が出ています。で えー、ただ、えーとで、これをもとにです、ね、いろいろ考えたんですけれども、あのーまあ、これ、データが、えー、と完全ではなくて、ですね、えー、例えばあの、えー、とスペースですねあの、部屋のスペースに対する情報とか、この計算には重要なんですけれども、まあ、山形市にいただいたデータの範囲内では、それをやることがちょっとできなかった。 とかですね、あと、兄弟うだいに対する関する情報をちゃんと入れてさっき、さっき話した兄弟がいる場合っていうのを組み合わさなきゃいけない、いろんな問題があるのでこ、この値っていうのを必ずしも実際に使う場合には信頼できない可能性があるというのが大きな問題で,、えー、で、これから今日のテーマになるこの実際のプロジェクトではそういったところをかなりです、ねあのまあ、渋谷区、多摩市の皆さんにもご協力いただいてチェックしているところになります。でえー プラスしてさっき言った保育園、えょ、ー、と兄弟の話を組み合わせるというところも、例えばアルゴリズムではこの資産には入っていません。で、えー、最終的にはさまざまなアルゴリズム、こういった問題に対処できそうなさまざまなアルゴリズムがあ,あるので、それをいろいろと検討しているということになります。えー、例えば、えー、東京海洋大学の、えー、と奥村准教授がプロ、えーえー、ポーズしているアルゴリズム、同様に、えー、とこういった 自動調整をするアルゴリズムなんですけれども、まあそれ、それと我々が考えたものを比べたりとか、えー、兄弟に対する、えー、条件というのを入れ,入れ込んで、両方とも兄弟のことを考えつつ、さらにこの年齢別の定員調整っていうのを入れていくとどうなるかという、えー、そういったことをです、ね、かなり詳細にをを詰めながら実装を,を探っているというのが、えー、現状になります。あ、えー、あと1本ぐらいあるみたいなので、えーっと これ最後ですけども、今、我々私たちが考えている研究、途上のものとして、あの保育園の、えー、越境入園という問題を考えています。えー、先ほど申し上げたように、えー、認可保育園のマッチングは、まあ、自治体ごとにやってますけども、実際には、まあ、越境入園をしたいという潜在的な需要が結構あるわけですね。まあ、区境、市境市ををえて、えー、子どもを保育園に行かせたい でこういう時にあのですに、ね、かといって完全に自由に行ってしまうと、ある国、たくさんですね他の国から子どもが来てしまって、まあ、大変な負担になるということも考えられるので、こういったことを調整する,、えー、するアルゴリズムというのを、まあ、あの提供するということを考えています。えー、アルゴリズム自体はでできていて、い、えー、うまくですね。 その自治体から出ていく人と入ってくる人が同じになる、こういうバランスが取れるというのを満たすように、えーえー、アルゴリズムを組むことができたんですけれども、まあ、これを実際にデータを使って検証するという,というのが今からということになるかなと思います。でえー、というわけで、まあ、こういったいろいろな、えー、と側面に光を当てて、いろいろ私みたいな研究者は考えているわけですけれども、まあ、実際にこういうことをですね、 せっかく考えたので、えーえーまあ、使っていただきたいなということを考えていたところを、まあ、あのサイバーエージェントから心がけをいただいて、まあ、始まるということになりました。それでもちろん使っていただくことも目標で、プラスしてあの、実際に使う際に、えー、こういった問題っていうのが、ちゃんと正しい方向を向いているのか、えーえー、抜け落ちていることがないのか、そういうことをまあ学びながらやっているというのが現状になったと思います。 えー、実際にどういうことをやってるかっていうのはもう少しえー、次の森脇さんですかね、えー、からお話をいただいたんだと思いますのでえー、私のトークはとりあえずここで終わりにしますありがとうございました今先生ありがとうございましたえー、今回の取り組みについてサイバーエージェントの森脇から発表いたしますお願いしますえっとサイバーエージェント森脇と申しますよろしくお願いしますえーっと えっと私からあのまあ小島先生からご紹介になったえまあプロジェクトの具体的な内容についてお話したいと思います。えっと、スライドは見えてますかね大丈夫ですかね、えー、はい。えっと、で私はサイバーエージェントの AI ラボという研究所に所属しておりまして、あのそこでまあ経済学社会実装チームというものを作って、そこのチームリーダーをしております。はいでまあ、あのサイバーエージェントにあの転職する前は、実はあの内閣というところに11年ほど勤務しておりまして、 あのそういう意味ではまあ公共政策についてもまああの引き続き関心を持ちながらやっているという感じです。はいでえっとまあ、そもそもあの、まあ、先ほどご紹介ありました通り、2021年から UTMD さんとまあ共同研究を開始しました。でえっとまあ、最初にやったことは何かというと、まあ私,あのまあ、私もあの子供がいるので、あの保育所を利用しているんですけれども、まあ、利用者としてはまあ保育所よく分かっているつもりですけれども、実際その あの先ほど小島先生の話ですと、マッチングということですけれども、まあ、利用調整、いわゆるその保育所をどう割り当てるかというところですけれども、まあ、利用調整をどうやっているのかっていうのはえ、全然素人でしたので、まあ、最初にそのいろんな自治体の方とかにえお話を伺って、まあ、利用調整の実態をヒアリングしました。で、まあ我々、まあ、あのその時ももすでに、まあ、もちろん民間の立場ですのであの、どういう反応かなと思ったんですけれども、結構好意的に受け止めていただいて、非常に丁寧にあのいろいろ教えていただいて、まあ、非常に嬉しかったことを覚えています。 でえっと、その上でさでら、ね、に、えっとまあ、データですねあの、まあ、匿名化されたデータをです、ねえー、結構柔軟にいただきまして、いくつかの自治体で分析して、まあ、実際の結果を出せたというところがすごい良かったなと思います。で中でもあの渋谷区さんと玉城さんに関しては、まあ、オープンに共同、ねまあ、実証実験をやるということを、まあ、リリース出していいよということで、出させていただいて開始している状況ですで、えっと。まず渋谷区さんの事例についてお話したいと思います。で渋谷区さんの、えー、における 実験のテーマというのは2つありまして、まあ、1つは、えー、保育所手続きのデジタル化というものです。でこれはまあ渋谷区さん、もともとすごくデジタル化に関してまあ取り組みを進めておりまして、まあ、その一環でまあ保育所に関してもやりたいということで、えー、と我々もやらせていただきたいということでやっています。で、えー、もう1つ、えー、と利用調整アルゴリズムの改善ということで、えーとまあとで山室さんからお話があると思いますけれども、あの渋谷区ではかなり、えー、とあの待機児童の解消というのは進んでいるんですけれども、まあ、さらにその保育サービスの満足度を上げるためには、 利用調整アルゴリズムを改善してててよよりりり良いい保育所にに割り当てられるようにということとこでやっておりますでちょっと今日時間があまりないので、細かくはお話しできないんですけども、どういうことをやっているかをお話したいと思います、えっと。利用調整アルゴリズムの改善に関しては、えっとまあ、ひたすらデータ分析をしております。えっと、この左側にあるグラフですけれども、えーまあ、これあの、いろんなアルゴリズムを使ったときに、えー、第何番目に希望した保育所に入った人が何人いるかということを示しています。 1>, 1というのが第1規模に入った人たち、2というのが第2規模までに入った人たちという感じで上がっています。大体第4、第5規模ぐらいまでで、大体の人が入っているという感じです。実際の利用調整結果は、この青い線で書かれておりまして、かなりいい結果なんですけれども、小島先生、鎌田先生の提案した手法、SOFM アルゴリズムを使うと、もうちょっと希望がかなうということが分かりました。 でもう一つあの右側の図ですけれども、えーまあ、これはあの、えー、と不公平というものを、まあ、学術的にはよく重視しておりまして、えーとまあ、あの不公平なえと状態が、えー、とどれぐらいあったかというのをカウントしたものです。で実際の利用調整結果も非常に優秀なんですけれども、まあ、SOFM アルゴリズムを使うと、もうちょっとその不公平が減るよねということが確認されました。ちょっとグラフにないんですけれども、あの先ほど小島先生の話にあった、兄弟が同じ円に入れたかということについても、えー、SOFM アルゴリズムの方が優秀だったということがまあ分かっています。 で、えっと、じゃあ,あ SFM アルゴリズムをまあ使えばいいじゃないかという話になるんですけども、なかなかそうはいかないということが、えー、分かりました。えーまあ、そもそも、えっと、SFM アルゴリズムを導入するというのはなかなか難しいところがあってですね、えっと、SFM アルゴリズムというのは、まあ、保育指数とか、あるいはまあ部屋の面積とかという制約を条件のでまで、まあ、公平なマッチングをつかあの見つけていくという話なんですけれども、えー、そもそもあの、まあ、例えば1歳児がすごいその定員が足りないといったときに、 1>, 1歳児の年齢を、まあ、1歳児の定員をすごくガッと増やすということが可能かというとなかなか難しい問題があります、えーと。やっぱりその部屋というのはレイアウトが決まっているので、まあ、ある年、いきなりその1歳児のクラスを大きくしようといってもなかなか難しいということがあります。でまた、余、えー、り定員というのもあって、まあ、SOFM アルゴリズムというのは、まあ、公平性を重視する観点から、まあ、あの常にいいじゃないんですけどたまにその、えー、と定員が余っちゃうことがあるんですね。 な、まあ、かなかてもう定員が余るということはやっぱり許されないので、まあ、そこをなんとかしなきゃいけないという問題があります。でまたあと、あ、えー、とこれが一番難しいんですけども、まあ、保育所側からすると、えー、と年齢別の定員をいじられるというのは、なかなか難しいところがあって、まあ、年齢別の定員によって補助金の額というのは決まっているので、まあ、それを自由に調整されるとなかなか、えー、保育所からすると,、まあ、えと収入の予定が狂ってしまうので、難しいということがあります。で一部の実際では、例えば1歳児の定員枠を増やすと、 補助金を与えるということでインセンティブをつけてるんですけども、まあ、それぐらい結構この問題は難しい問題だということになります。はい、で、えー、それに対して、じゃあ,あ、メカニマーケットデザインの知見というのはまあ手詰まりかというとそうではなくて、まあ、いろんなアルゴリズムがえあります。そういうアルゴリズム以外にも、えー、と米国の研修・マッチングで使われているものとか、あるいはまあグエン・ボーラという人たちが考えた、店員をそこまでこう動かさずに待機児童を減らすようなアルゴリズムであるとか、 あるいはもう先ほどご紹介ありました奥村先生のまあアルゴリズムであるとか、まあ、これはいろんな他のえのアルゴリズムを組み合わせることでまあ定員調整をできるというものです。であと、まあえ o と,という研究者らが考えた、えょと京大の同所入所みたいなところも含めて、整数問題としてえ計算してしまうというようなアプローチもあります。まあ、こういったものをすべてえーと実際に実装して、アルゴリズムの改善を図っているという状況です。でもう一つ、利用調整システムの改善についてお話したいと思います。 えーまあ、そもそも、えー、と保育所の利用調整というのは、えー、保護者が正確に自分たちの希望を、えー、申告していることが前提になります。でこの正確にというのは何かというと、あのまあえー、といろんなその入れそうな保育所の中で、まあ、どれが一番いいかというのを、まあ、いろんな情報を調べた上でえで、ー、正確にというか、まあ、その正しく順位付けをしていくことが必要なわけです。まあ、ただ、共働きをしている過程で、そのまあ いちいち全部見学に行って情報収集するってなかなか難しいですし、まあ、紙の書類ベースだと、まあ結構そのまあ、書き直したりでも結構大変だったりするので、まあ、例えば Web ベースでその、まあえー、と距離とかもすぐ分かってで、まあ、これを、えー、と選んで、まあ、順位をどんどん変えていくみたいなその、まあ、割とその IT を使って気軽にその、えー、保育所の利用調査、まあ、順,位順位のまあ検討ができるようになれば よりその正確なその信号ができることになって、まあ、結果的にまあ皆さんに割り当てられた保育所が一番いいものになるかなということが期待されるということでやっています。でえっと、ちょっとだけまあどんな感じかというのをお見せしますと、えっと、これ映ってますかね。まあ、なんかこんな感じで保育所をこう追加していって、えー これ、ローカルで動いてるんで、全然あの、皆さんにはちょっと使えないんですけど、これ上に行ったり下に行ったりとか消したりとかできるんですけど、これ申請するみたいなことができますと。でこれ、さらに、例えば、同じ円とか、あの同円入線とか、いろいろ、すみあれ、できてないですけど、まあ、こういうまあ選,選択もできるので、えっとまあ、こんなことができるようにしています。でこれを実際に使ってもらって、どういうふうに行動が変わるかということも検証していきたいと思っています。はい。で、えっと、次、玉下さんの事例についてお話したいと思います。 たましさんについても、えー、と利用調整の、えー、と実証実験を進めています。で課題感としては、まあ、利用調整の自動化、えー、人手ではなくてコンピューターにやらせるということ、でもう一つはアルゴリズムの最適化ということになります。たましさんについても、ほぼ同じようなそのデータ分析をしておりましてで、どういうアルゴリズムがいいかというのを検討しているんですけれども、えー、と実は一つ大きな、あのーまあ、トピックがありまして、まあ、実はあの、えー、と今年の募集、まあ、来年度向けの、えー、と今年の募集から、 利用調整ルールーの変更をしてていいただいておりますで具体的に何かというと、先ほど小島先生が言ってたような、ボストンアルゴリズムっぽいものがちょっとルールの中に入っていたので、まあ、それをなくすことで、まあ、より、えーとまあ、な何ていうんですかね、戦略的な行動を取らないような、正しい申告を促すようなルールに変更できたということです。で、これは、えーとまあ、ここのタイブレーキングっていうんですけども、同点だった場合のどちらを優先するかというところに、まあ、このボストンっぽいものが入っていて、これを削除することで、まああの 正直に人件人件にしたかでも人件にかけるっていうふうになったということです。でデータ分析を一応してまして、まああの統計的に有意ではないんですけれども、まあなんとなくその人件にこう正直に書いているような傾向が、えー、見て取れている状況です。 でえっと、最後にちょっと私の方から、えっと、保育担当課の方が何人いらっしゃるかわからないですけども、お話し,したいので、ちょっとお伝えしたいことをお話したいと思います。でえっと、そもそも、えっとまあえっと、保育所の利用調整というのは、まあ我々やってみて分かったんですけれども、あの非常に難しい問題だなと思います。えっと、まあ単純にそのマッチングアルゴリズムを使って、えっと、まあその割り当てていっている,るというよりかは、例えば兄弟で同園にしたいからまあその調整するであるとか、あるいは転園がありますよね。その今いる保育所から転園したい。 だけどもしダメだったら戻りたいみたいな、そういうその常にこうキャパシティが変わっていくような状況もありますし、まあ、さらにその、えー、とお話を伺っていると、まあ、調整期間中にも、まあ、例えばその、えーとまあ、保育所側のキャパシティがちょっと変わってみたりとか、あるいはいろいろ事情を変わって、まあ、変えてみるとか、そういうさうう、ね、まざ、あ、まなその、えー、と難しい問題があって、それを全てクリアするようなことを、まあ、全国の自治体の方がや,しや,やってらっしゃるという状況かと思いますで、えーとまあ。じゃあそのままやればいいのかというと、そうではなくて、 あのまあ、結構その、どういう利用調整をしているかというのは、おそらくその担当課の、まあ、本当にそうやってらっしゃる方ぐらいしかその正確に把握しないのかなというふうにちょっと想像していて、でそうなると、まあ、例えばその、えーとまあ、客観的な検証をして、他のアルゴリズムと比べてどうかということはまあ、やられてないのかなということもありますし、あと、例えばその引き継ぎ書とかにちゃんと書いてないから、一体何をやっているかは実はわからないみたいなこともあるのかなと思っています。なので、まあ、何をやっているのかということを把握することと、他のアルゴリズムと比べて、本当にこれがいいのかという検証を。 まあ、ぜひやっったらいいいのかなという,ふうに思ってますで具体的にはどういう、えー、と検証をするかというと、例えばその先ほどお見せしたいの待機児童数であるとか、兄、ま、弟、あの同章数、同章率とか、あるいは転移処理ができているのかとか、まあ、希望の充足度であるとか、まあえー、と転移の余りがないかどうかとか、あるいはま公平性がどうかみたいな、いろんな指標があるので、まあ、そういうのでやるといいかなと思っていますで、まあ。ぜひ我々にそういうことをや,のやってくれということであれば、あのぜひということなので、あのご連絡いただきたいなという,ふうに思っています。 最後に、利用調整プロセス、アルゴジムだけじゃなくて、先ほど申し上げたような申請部分であの UI 改善ですね、ウェブベースで申請できて、情報も収集、簡単で、あと順位の変えたりするのもそういう簡単だみたいな、そういうことをすることで、保育の負担というか、子育ての負担を軽減して、少子化対策になると思っているので、そこら辺の部分についてもぜひやりたいので、ご関心ある方はぜひご連絡をいただければと思います。私からは以上になりりまますあがとうございした ありがとうございました。続いて渋谷区の山室さんに行政側の視点でお話しいただければと思います。山室さんお願いいたします。はい。 よろししくお願いします、えー、渋谷区保育課入園相談係の山室と申します。えー、と行政の視点ということで,です、ねえー、と渋谷区におけるこれまでの待機児童への取り組みと、ね、現状の課題、えー、そこから今回共同研究に至った経緯などについてご紹介させていただければと思います。今、映っている資料ですがこちらは渋谷区のこれまでの待機児童数の推移となります。 過去10年分となっておりますけれども、2013年度から増加傾向になってまして、2016年の315人がピークとなっています。先ほど、小島先生の資料でも出ましたけど、保育園落ちた日本死ねというブログが話題になったのがちょうどこの頃でで、すね世の中で待機児童問題というのが大きく取り上げられているところになります。 えっと、こういった中で渋谷区においてもです、ね、2017年から2016年の長期基本計画というものの中で、えー、待機児童の解消に向けた対応というのを重点課題に位置づけまして、えー、令和3年度までに待機児童ゼロという目標がか掲げられました、えー、その後にですに、ね、主に保育園の新規開設などの対策を取っていきまして、えー、2017年度からは減少に転じています。えー、そしてです、ね、今年度、えー、目標をピッ 2人となりますけれども、2021年度に待機児童ゼロを達成しております。えー、すいません。次のスライドお願いできますでしょうか。で、えっ、ー、とこちらがですね。次に。 渋谷区のこれまでの待機児童対策をまとめた資料となっております。えっと、先ほどのです、ね、ピークの前年の2015年度から、えー、今年度2021年度までまとめたものになりますけれども、えー、まず、表の上段の認可保育園からですけれども、えー、2015年以降は毎年新規の開園の方を進めていまして、えー、年度の途中の開園を含めると、一番多いのが、えー、2017年度で1年間で9園新しく作っています。 で続次いて、えっと、2018年度に8円、それ以降もです、ね、順次増やしていきまして、えっと、7年間で合計37円、えー、定員にして約3000人、この間で増やしています。えー、現在がです、ねえっと、渋谷区内の認可保育園が72円で、えー、定員が6332人となっていますので、この間でほぼ倍増というほど増やしているということですね。はい でえー、とそれと並行して、下の段が認可保育園以外の対策になりますけれども、えー、2015年から、えー、2017年にかけては、えー、待機児童向けの一時的な預かり施設の,あの区立の保育室というものをあの整備しております。えー、それ以外にでもです、ね、2017年度に、居宅訪問型保育事業開始ということで、こちらもあの待機児童になった方があの、ご自宅でベビーシッターのようなものをご利用できるようなサービスになります。 えーとですね、そういったような形であの、この期間の前半部分については、えー、認可保育園の整備が追いつかないかの、まあ、受け皿という形で緊急対策としてこういったものを整備しています。でまあ、これ以外にもその認可外の保育園に待機児童専用の利用枠を確保させていただいたりですとか、そういったところも行っています。えー、とですね こういったあの待機児童対策の事業に関しましては、待機児童が解消されてえ保育園の供給が追いついた地域から順次終了というような方針を取っておりまして、2018年度以降はえと規模を縮小の方向となっています。例えばあの保育室については、一,一時は最大全部で8円あったんですけれども、今現在は半分の4円。 えと平円ととなななりりままして来年度は2円というようよ形になります、えー、とこういったまあ取り組みを経まして今年度待機児童がゼロとなっているところなんですけれどもあのこれによってです、ね、これまではとりあえず保育園に預けられる状況をというのを最優先であの環境の整備の方を行ってきたんですけれどもあの新たな課題というのが出てきております,すいません次の資料お願いします。 こちらです、ね、現状と課題について挙げていますけれども、まず現状としまして、渋谷区内全体で見たときの保育需要と供給はおおむね均衡していると考えられています。理由として、ここ2年です、ね、4月入園の新規申し込み者数が0歳から5歳合計でになりますけれども、1561人の募集に対して1571人の申し込み。 今年もです、ね、一時募集の暫定数字になりますけれども、1240人の募集に対して1278人の申し込みということで,です、ね、あの全体的に見ると、あの募集人数に対する申し込み人数があの大体同じぐらいになっているので、こちらはおおむね均衡していると考えています。えー、次にです、ね、一部の認可保育園や認可外保育園では、逆に子どもがなり足りないというような状況も出てきております。 えとこちらも大体去年ぐらいからですね、えー、となかなか子どもが入らなくてあの、経営が厳しいので、入園先もし探している保護者がいたら、あのぜひ紹介してほしいというような声が、保育園の運営事業者から出てくるようになってきています。 で3番目が、えー、待機児童対策としての保育園新設はおおむね終了ということで,です、ねえっと、上の2つのこういった状況がありますので、えー、これ以上、これまでのように保育園の新設を続けていくと逆にあの経営が困難になって閉園しなければならないというような保育園が出てくる可能性があるということで2か、えっと、保育園の新しい整備というのはおおむね終了という形になっております。 でこういった状況でですね現在の課題というのをこちら3つ挙げていますけれども年度の途中から入園を希望する人がすぐに入れない場合があるで本当に希望する園ではなくて家から遠あの空きがあるですね家から遠い園になんとか通っているというような人もいます。で 申し込み件数増などの要因があったときの対策についてということで、えっと、こういったことは、ですねこれまで保育園をどんどん作っている期間に関しましては、あのそれによっては解消されていくものとされていたんですけれども、あの今後はこれ以上、も新しい保育園を増やさないという中で、まだまだこういった方はいらっしゃるということで、ですね、えっと、こういったところにですねどういった対策が打てるのか、改善していけるのかっていうのが、今現在の課題として、えっと、出てきていたところです。 えと今回ですねあの、東京大学マーケットデザインセンターさんとサイバーエージェントさんと共同研究という形でさせていただいてますけれども、ちょうどこういった課題がある中で、あの小島先生の取り組みを新聞の記事で知りまして、あの大変興味深いということで、ですねあのこちらから連絡を取らせていただきまして、えー、お話を聞く機会を設けていただいたというのが一応始まりなんですけれども。 ちょうどそのタイミングがあの先ほどもありましたけど、サイバーエージェントさんと共同で、えー、と研究を開始するというところであったこともあってですね、えー、それを受けてあーか、サイバーエージェントさん側から渋谷県共同研究のお話をいただきまして、えー、今回の取り組みに参加しましたという経緯になっています。でえー、と研究の中では、えーと、マーケットデザインセンターさん、サイバーエージェントさんにあの過去の実際の入園申し込みのデータの方を提供いたしまして、えー、それをもとに、あの 新たに利用調整マッチングのアルゴリズムっていうのを研究いただきましてあの渋谷区側としましてはその結果を受け取ってですねあの申し込んだ保護者の目線ですとか、えー、保育園の運営の目線で実際に実装ができるのかっていう検討の部分を行っています、えー、まだいくつか課題が残っていてですね改善に向けて継続して検証を進めているところですけれども、えー、引き続きこちら実装に向けて協力の方をさせていただきたいと思っております えっとあとマッチング以外の部分先ほどサイバーエージェントさんからありましたけれどもあの Google マップとかのベースであの使いやすいオンライン申請のユーザーインターフェースですとかあのそういったところの助言をいただいたりといった検証の方も行っていますこちらの方もですね実装に向けて進めていけたらと思っております、えー、私からは以上です山村さんありがとうございました。 それではここからはトークセッションとして小島先生、山室さん、そして多摩市の田中さんにご登壇いただいて議論させていただければと思います。トークセッションの司会はサイバーエジーェントの森脇に変わります。よろしくお願,しお願いします。お願いします。えっと、そしたら、えっと、そうですね。えっと、せっかくですので、最初に小島先生から山室さん とかまあ、私でもいいんですけど、まあ、田中さんでもいいんですけどあの、何かしらご質問とか具体的な話ですごいいくつもお聞きしたいことがあるんですけれども、あのもし時間があればって感じでまずまず特にあの田中さんとあの山本さんにお聞きしたいんですけれども、なんかこの話が始まったときにあのすみません全体としてなんかどういう感じだったですかね。そのあのううまくこう すぐにこう話しな,なんでですねそのう話しやすかったですかそのどうしても研究者って僕の経験だと今までだとこうやっぱりアカデミア外の人に説明をする時にどうしてもやっぱりあのこう 私たちが考えていることと、その先方が考えていること結構違って、うまくいわせができなくて、えー、大変だったみたいな経験結構あるんですけれども、今回についてはどう,どういう感じだったでしょうか、それであの、どういう感じのことはちょっと聞きたいなと思っていまか私ですかね。はい あはいえー、と私は先ほどもちょっとお話ししたんですけどあの小島先生の新聞の記事を拝見してあの、まあ、現状の保育の施設と、まあ、保育士の数を使いながら今よりももっといい結果を出せるというところで、えっとまあ、興味を持ってご連絡させていただいたというところでしたのでこれはあはお話聞かせていただいてすんなりあの理解はできたかなとは思って ています。はいああよかったですあの時々あるのがあのおおそういうふうに私言っちゃうんですけどよくよく聞いてみると実は考えだっただことと違ったなんてやっぱり起きちゃうんですけども渋谷くについてはそういう感じがあんまりなかったってことですかねそうですねはい分かった、はい、<laughs> 安心しました <laughs> <laughs> ありがとうございます何かあります えっとそうですね多摩市の方も最初すごくその面白そうだなっていうところからあの今回の,あの企画というかあの実験に参加させていただいたところなんですけれどもあの実際進めていく中ではそのお、まあ、課題も多いなっていうところはあのすごく理解してきましたであのや理論的にはできることと実際やろうとするとなかなか難しいよねっていうところは まあ私よりかはまあ現場の方がよく知ってるというところもありますしそのまあこういう話こういうことをやってるっていうことを、まあ、あのトップの方にあの話を持っていってもおその実際やろうとした時の課題感みたいなところはやはりすごく出てくるというところで、まあ、あのやっぱりやれることから一つずつやっていくというところとおーまあゴールを少し長めに見ながらあの徐々に徐々にその なんていうか、ご意形成というか、あの方向性を持っていけると面白いのかなというところをます逆に山室さんと田中さんにお伺いしたんですけど、まあ、あの小島先生の,あの最初の発表も含めて、何かしらその聞いてみたいことがあったりしますでしょうか。あじゃあ私の方から、えー、っと,ちょっと あのマッチング理論とかそういうところ、あの専門的なところ、あまり詳しく分からないので、そういったところの質問というわけではないんですけれども、あのー、今回のイベント、多分自治体の方も多くご覧いただいているということで聞いてまして、あのー、今後もし、なんか保育園のニューマッチング以外とかで、各自治体さんで持っている課題とかで、あの先ほど森脇さんの方からはあのー、何か興味あったら、ぜひ、連絡。 っていうようなお話あったんですけれども、あのそういった形で行政側からぜひ一緒にあの研究したいとかっていうお話とかは受けていただくことはできるんでしょうか？あ、ありがとうございます。もうなんかもう、うん、あのそう言っていただくとすごい嬉しいなと思うんですけれども、えー、っとあのいろんなことがあり得るかなと思っているんですよね。まあ、今日のお話の中でも出てくる。まあ あのワクチンに対する配分なんていうような問題っていうのは結構近い話ですしあの例えばあの今日は,はお話しする時間があんまりなかったんですけどもこのマッチングのアルゴリズムを使ってこう調整していこうっていうのはその保育園だけに限らずいろんなところで出てくると思うんです。例えばあの、まあ あの学校選択制度、まあ、小学校、中学校ぐらいでやっているような公立の学校選択制度っていうのも、まあ、保育園ほど大規模ではないかもしれませんけれども、まあ、類似の問題があって、その外国だとそういうことがアルゴリズムを使って、まあ、あの調整するということが結構行われていたりします。それからあととすぐに思いつくので言うとやっぱり組織あの、まああの 自治体の内部の人事っていうことをとかっていうのは、例えばそれもやっぱりあのいろんな部署と,、えー、とその職員の間の、まあ、マッチングっていう側面があって、まあ、こういうことを私たちはの別のところで、そのまあ、企業でなんかでそういうことを今やってるんですけども、そういうところでもですねやっぱりあの今、すごい大変なわけですね、やっぱり人事の方がこうマッチをしていく。でやっぱりみんなあのおお その部署には部署の都合があるしかといって従業員も勝手にですねこうあの、なんていうか、完全にその意向を無視してやってしまうと、やっぱり従業員の方がやってなくしちゃうとか、最悪の場合やめてしまうとかいう問題が、が課題感が、その企業の中ですごいたくさんあって、えー、そういうところとかっていうのは、まあ、あの自治体においても、も,もしかしたらあの、興味持っていただけることなのかななんて思いますちょっと今、思いついたのはこの2つですけども、ほにもいろいろあるんじゃないかなと思うので、いろいろ教えていただきたいななんて考えますね。 中川さん何か質問ありますかあ。今ちょっとミュートになって。あ、かあ、あ、すみませんでした。あの多摩市のところではあのまあボストン方式というところのちょっと削除をするっていうところがまあはらずもまあできたというところもありますけれども、あの一番最初にやはりお話しいただいた時のその SOFM のようなものってやはりやってみるとすごく面白いのかなとは思っているところなんですけれども。 一方で、今、渋谷区のお話もありましたけれども、すごく一気に状況が変わって、保育園の経営危機みたいなところになってきていると、そうすると、保育園とかの、のなんていうんですかね、インセンティブが働くようなあの仕組みを見ていかないといけないのかなっていうふうに思ってまして、そこをうまく説明できるようなことを、今後ちょっと取り組めると面白いのかなっていうふうに、の今日思いました。 なるほど、非常に興味深いですね。なるほどあの。少し今すぐに思いつく範囲内で言いますとやっぱり現状ではあのここ数年の間にたくさん保育園を、まあ、作っているっていう状況なのであのこれ以上どんどん増やすっていうのは、まあ、ちょっとありえないような状況になっているというふうに意識してるんですけどもその例えば限られたその全体でのパイは、えー、と同じにしたあ中でなるべくこう組み替えをうまくその。おお あのしてていいいいいくっていううののはすすごい重要なのかなかというふうに思います例えばあの保育園の文脈でさっき年齢別の,あの,その定員を変えるっていうことも話しましたけども、まあ、それっていうのは原理的には実はその全体にいるその保育園を新設しなかったとしてもその待機児童を減らせたかもしれないっていう。 感じになっているわけで,す、ね、でまあ,あの現状ではもう作ったのです今さそういうことをするのはと,ともかくとしてそのそういうことをすることであのやっぱりあのたくさんリソースをこうたくさんこうを追加していくっていうのは厳しい状態での組み替えっていうそういう発想っていうのがもしかしたらお役に立てることがあるのかななんてことは考えたりしていますね。 あの先ほどのそういえば山本さんのお話であの年度中の,、えー、とその保育園がなかなか見つからないって話もあったと思うそれが結構課題感ってお話だったと思うんですけども例えば、えー、とその私もあの全く同じような経験をしたことがあるので非常に考えてるんですけどもその例えば年,齢あの年度の途中ってやっぱりあの それ用にポジション、あの店員を4月以外に取っておくとまあ大変コストがかかるってことだと思うんですけども、そうするとやっぱり店員、店員ですかね、そのたまたま空いた場合とかとそれ以上に、えー、とその実は AA にいるけど BA に行きたいっていう人、BA に行きたいけど a に行きたいっていう人をこう絶えず見つけていくみたいなことをすると、ぱっと見定員は空いてないんだけど、まあ、あもっと良くなるように変えることができるってことが可能かもしれないということは、ちょっとまだあの、その。 アイデアベースとした考えてみやしています。いろいろあげるのかなと思うので、ぜひこの辺も教えていただきたいなと思います,、ね、あります。と、そしたら、えっと、小島先生にお伺いしたいんですけども。あの、まあ、ご自身のそのご感想も含めて、なんかアカデミアでのその、今回の取り組みに関する。反応とかっていうのはあったんでしょうか。 そううですす。ね、ありがとうございます、えー、っとアカデミアの反応ということで言いますと多分2つあって1つ目は、えー、っとそのこの研究論文を書いてっていうところはまだ,あのまだやってるところなのでそういう意味での反応はまだ得られてないんですけれどもあのこうイニシャルなところに対する反応っていうのはやっぱりすごいあるなと思っていて。あのた例えばですね、私、あの あのこう研究をするにあたって、まあ、こうけ研究の申込書とかを書いたりするわけですけどもそういうところでやっぱりあのこうすごくこう。あの ちょっと昔までだと研究ってやっぱりある意味造形の塔にこもっていてこういうアイデアがありますこういうなんかあのアルゴリズムができましたで終わりっていう感じがあったと思うんですけどもそこを超えてもうちょっとですね実際に迫っていくっていうところで、えー、っていうことに対してやっぱりすごいたくさん興味を持ってらっしゃる方があーたくさんいてであの特に保育園はまあ特に日本で まあ日本以外の皆さんも非常に興味を持っていただいているので、そこでこういってですね、あの実際にデータをいただいて、あのしかもあのツールの詳細まで教えていただいて、えー、そこで吸い合わせているなんていうことを言いますやっぱり皆さん非常に興味を持ってくれているなという感触を得ています。そういった意味であのすごくあの私自身もすごい楽しいし、あのおそのおあの周りの研究者のおおお人たちも非常に期待していることなんだろうなという,ふうに感じていますね。 ありがとうございますちょっと時間がさせてもらってきたので、最後の一つに質問したいんですけど、山本さんと田中さんに聞きたいんですけどあの、なんか今回取り組みに対して、町内の反応っていうのは、なんかあったんでしょうか。あはいえー、と正直、まだあの渋谷区の方でも、実験の,の途中だっていうことで、あ,のあんまり大々的に、えっと、周知のほうしていないっていうのもあるんですけれども、あまり反響っていうのは、そこまで大きくないかなっていうところ。 はあの状況としてはあるんですけれども、あの今回の取り組み、こういった取り組み自体は、の他の保育園のこと以外にもあの進めていけたらいいなっていうのはありますので、あの今後、どんどんこういった取り組みしてますよっていうのは広めていきたいと思っていますなんかその、多摩市内であのルール変更の話とかもあったと思うんですけれども、何かしらこう反応とかってありましたでしょうか。 そうですねあの率直にどこまでわあの説明して分かっていただいたのかなっていうのが一番大きなところですあの。すごくやっぱ難しいことなんで,で分かりやすく伝えようとすればするほどなんか逆にちょっと違うのかなみたいなところもあったりするので正しくその説明するっていうことの難しさをあの逆にあの感じました。そ、まあ、それとその やはり現状の,その少し偽りを持ってその申告をして、ままあ、申告をするみたいなところにインセンティブが働いていることってあんまりその知られてほしくないみたいなところもあるんですよね、現場としては。そうすると、それをじゃあ変えましたっていうところをなかなか大々的に市民の方に伝えるっていうのがまたそれ難しいなみたいなところもあって。ななかなかその 面白いことをやってるんですけれども、それを伝えていくっていうところの難しさを今あの感じているところですがあのむねあの町内の反応としてはあの面白いことをやってるねっていうところの反応でした。ありがとうございました。ちょっとじゃああのもうちょっと二三個さらに質問をしてたんですけどちょっと時間なのではいこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは第一部を終了したいと思います。 それではここからは第2部、緊急時こそガブテック c h c o v i d 1 9対応をめぐってに移りたいと思います。司会はサイバーエージェントのミシに変わりますお願いいたします。 はい、あのこの2部の司会を担当させていただきます。サイバーエージェントミスケースどうぞよろしくお願いいたします。あのここからはあの緊急時こそ、ガブテックコビットナインティーンをめぐってということで、大体30分ぐらいの時間の枠を設けております。で、大きくあのテーマを2つ用意させていただいておりまして、1つはあの昨年ゴールデンウィーク付近からあの実施されたワクチン接種における対応についてをえー。魂田中さんと弊社淵之上から。 でもう一つ、えー、ワクチン予約における UTMD と自治体との取り組みということで、UTMD 野田,田さんよりあのお話しいただきたいと思っています。では、あのまず、えー、多摩市田中さんの方から、あの今回の取り組みについて、よろしくお願いいた、あのご説明お願いいたします、はいえー、ではあの、資料を共有いたしますので、お待ちくださいまましししたたでしょうかねりはい。 すみません。えー、っとお待たせいたしました。では、あのワクチン接種について、私の方で多摩市の取り組みをということでお話しさせていただきます。えー、っとワクチン接種、まあ、本格稼働したところを思い起こすとですね。その実はその大体半年前ぐらいに、あの特別定額給付金を多摩市。まあ全国の自治体で行ったんですね。で、この時もすごくその課題になったのが、そのコールセンターの負荷軽減みたいなところでして。 でえーまあ、ちょうど本当コロナが出始めて、一番その3密っていうのがあの叫ばれていたときだと思います。で、えっと、コールセンターってまさにその3密の状態のところで、そこにその負荷をかけるような取り組みっておかしいんじゃないのかなっていうところが、すごく、あのー、そのときありましたし、あの今も続いているあの課題かなと思ってます。で、そういった中で、多摩市ではその処理状況を追跡するサイトっていうのを作りまして、えー まあ、あのそもそも電話してこないであの分かるようにしま,すし,し,ましたし、まあ、電話してきていただいても、まあ、すぐにその処理状況が分かるようなことを行ったというところをやりました。まあ、これは結構あのうまくいったかなと思ってまして、1つの成功体験として、まあ、町内で共有できていたことです。でまあ、そこから、まあ 約半年ぐらい経ったところで、まあ、ワクチンがっていう話になってきてそもそもワクチンじゃあどういうふうにやっていくっていうところを考える中でまずは予約を考えるんですけれどもあの普通に考えて今までのやり方をしようとするとそもそも紙台帳っていう発想もあるぐらいなところなんですよねですただもうあの全あの住民、まあ、78万人ぐらいがあの予約の対象者っていうところでしたので。 まあ、そうするとやはりシステム管理しなきゃいけないよねっていうところがあの出てきました。でまたあの、一元管理するのか個別管理するのかみたいな話もあ,のありまして、まあ、そういったところをいろいろ議論をしたというのがあの12月の頃。かなと。併せてその接種会場をそのスムーズに動かすというところもあの大事ですのであの、その辺について、えー、多摩市としてはかなり注力をしていたというところです。で ある程度その辺が整理してきた中で、じゃあそもそもその予約の受付体制どうしていこうかっていう中で、まあ、ウェブが中心にはなるけれども、あの電話って一定数の方があのどうしても使いますしまあ、他の自治体の検討状況なんか聞くと対面の予約受付っていうのもどうやらあるんだっていう話がありました。まあ、ただ、いろいろちょっと安全に。そのまあ、事故が起こらないようにどうやってやっていくのかっていうところをすごく。 当初考え方の中では、まあ、一斉に予約を受け付けるのか、まあ、事前に指定をするのか、あの郵便到着後にすぐに予約できるのか、それとも本当に時間を指定してやるのか、まあ、いろんなあの視点で考えることがあったなと思っています。でえーとまあ、予約の殺到とか、あの高齢者の対応というところでは、まあ、例えばその、まあ、先行する自治体ではあのシステムがダウンしてしまったり。 で高齢者の方がなんかあの、聴者に殺到してしまったりっていうこともあ,のあ,のありましたので、えーまあ、すごくそのお、スタートするまですごい怖かったっていうのがあの正直な印象です。で、えっ、ー、と、次のシートです。えっ、ー、と、これが実際の,あの多摩市の取り組みなんですけれども、多摩市の場合、その予約のシステム、まあ、あのこれ新たに作ったんですけれども、そこと、あの今回、栽培。 j トさんと作ったあの AI コールセンターをつなげることによって、その電話の負荷をお軽減するというところにあの取り組みました。で市民の方は、まあ、050の電話にかけていただくと、まあ、AI の,あのチャットボットの方があの話を聞きまして、えー、いつ希望されているのか、あのどこを希望しているのかというのを聞き取って、 空いているところを誘導していくというようなことを取り組みました。まあ、こうすることによってそのお、まあ、人間のコールセンターの負荷を減らすと同時に、まあ、本来その人間が果たさなくてはいけないそのなんか相談みたいな機能をしっかり機能してもらうというところに注力できたのかなと思っております。えっとまあ、最初のの頃すすごく大変だったんですけれども、まあ,あの 何回かチューニングする中でうまくいったのかなと思うので、その辺はちょっと後ほどお話を逆にいただければなと思っています。で、ちょっとデータのところをいくつかご覧いただければと思いまして、これが予約システムの方の状況なんですけれども、75歳以上の時初日だけでも10分あたりで40万件ほどのリクエスト数が来るという異常なやはり事態が起きまして、 まあ、あの何回か繰り返していく中で山はあの取れていったところなんですがやはりその9時という予約開始の時点は異常事態だったのかなと思っています AI の方もあももう少し山はあのアナログの、まあ、電話を使うのであの山は行われているんですけれどもやはりあの非常に山は大きいというところで、えっと、65歳になるとですねこれもうちょっといいろろ 駆使できる方が増えてきてしまうので、あのもっと山がひどくなってしまったっていうのがこの状況でした。あの一人まあ何台も何台も使うっていうところですかね。でこれはもう本当にあのシステム壊されちゃうんじゃないかなぐらいなあの感覚を持っていたところです。で AI コールセンターの方これちょっと実はあの初日より2日目の方があの多いんですけれども、ちょっと周知の方法 あの変えて電話の方への配慮をちょっともうちょっと取ろうみたいなことをしたところ、逆にすごくいっぱいいただきすぎてしまったのかなとも思ったところです。やはりこの周知の方法とすごくあの連動するところというのを感じたところ。はい、ありがとうございます。あの非常にデータのところからあの当時の すごいあのアクセス状況とかあの電話のところとかっていうのはあの、えー、分かったかと思います。ではあの府中の方からあの当時、えー、どういったところが大変だったとかあのそういったところをお伺いできればと思っております。はいありがとうございます。あの今のあの資料をあの見させていただいて当時の 記憶がこうふわっと戻ってきて、あのくじが怖かった。思い出がすごく <laughs> あの,あのございました。あの現場にサイバーエージェントもあの2人23人ですね。あの張り付かせていただいて、僕らもずっと会社の方であの zoom でつないでですね。その様子をこうもう聞いてるんですよ。もう9時になってから。本当にまあ、9時前から電話かなり来てました。けれども、あのまあ、まず、同時接続の電話の数がですね。 えー、凄まじくてで、まあえー、本当に800とかまで最大800900いくんですけどそこから先があの電話をあのど,んど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 ん来て出ちゃうと今度はあの要はサーバーの方が結構逼迫しちゃうみたいな状況で、まあ、あのその間にあの何回も試しの時でサーバーも34回増強しましたけれどもあのかなりそのやっぱり同時接続の数がまあ こ,こんなに電話が殺到するというのが我々でいうとあの、まあ、コンサートのチケットを取る時とかにあるのかなというそ,、まあ、その日じゃないぐらい電話があの相当来てまして、うん、まあそこがやっぱり同時接続の数をいかにこう,、えー、うまくさばくかということが重要でしたでその後あのしっかりと、えー、とにかく同時接続を減らすために、えー、となると電話をなるべく早く切らないと。 どんどん,どんどん電話が溜まっていってしまうというような、えー、事態がございましてあとはあの予約が取りやすいように、えー、予約の空いてる日から順にレコメンドしようかとかいろいろ田中さんとあの <laughs> あの議論させていただいて、えー、いろんな手段を使ってやらせていただきましたが、まあ、一番はやっぱり同時接続の数というのがあのすごかったとで初期の頃は田中さんも先ほどおっしゃってましたけどもあのやっぱりどうしても電話でやるとどんだけ短くても5分ぐらい。 予約にかかるとでウェブの予約の方が5分以内に全て埋まってるっていう状況になると聞いてる間にあのウェブの予約が全部終わるみたいなことが <laughs> やはりあの容易に起きて、まあ、枠を分けてですとかそういったことをいろいろ試しながらやらせていただいて、まあ、あの本当に何回も失敗して失敗というかなかなかうまくいかずにあのそれでも田中さん含めた玉城さんがいろいろ協力していただいたおかげで、まあ、最終的にはある程度の,あの予約がしっかりと。 えー、AI 電話でも取ることができるようになったというところでですね、まあ、あの非常にこの経験というのが我々にとっては本当に大変ありがたい経験になりましたしあの先ほど申し上げたようにやっぱりこ,のこのレベルの負荷テストを先にすることが物理的にやっぱできなくてですね <laughs> あの実際起こってみないと、まあ、2000とか10分間に電話かかってくるというのが、まあ、ないのでそれがすごく であと、裏話としては、NTT がですね、あの9時の電話の,あの緊急の,あの回線を確保するたびに、NTT 自身が電話の要は通信をこう制限するというふうにあの発表があってですね、あそれを聞いてあのほっとしたっていうのが正直なところでした。はい はい、あのどうもありがとうございました。裏話まで <laughs> あの当時の記憶が蘇ってきました。はい、でそれではあの次に UTMD 野田さんよりあのワクチン予約における UTMD と自治体との取り組みについてお話しいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。えっと先ほどご紹介に預かりました、えー、東京大学、えー、UTMD の野田俊也です。えー、私の方からは UTMD として取り組んでいたえっと自治体とのワクチン予約問題に関する取り組みにあのついてご紹介させていただきます。 えとこの件はですね、まあ、ちょっとあの後から振り返ると、そのサイバーエージェントの皆様とはもっと早く相談して、協調して動いていた方が、いろいろいいことがあったんじゃないかと思うんですけれども、まあ、実際にはそうはなってなくてですねあの、ちょっとサイバーエージェント様とは別口でいろいろさせていただいたというふうな感じになります。 でまあ、そのワクチンの予約管理になんでその経済学が絡むのかという,ふうな話がまず最初にあると思うんですけど、まあ、えっとこれはあ一口に言うと資源配分のえっと問題だからですね、えー、ただ単にです、ね、ワクチンが資源だというだけではなくてです、ね、あの予約枠、いつどこでどのワクチンを誰が打つかということが、えっと、ま,あまさにマッチングの問題のような感じで、えっと、これはマーケットデザインの研究対象となりうる話だというふうに、えっと、実はこれはコロナ以前からです、ね、ちょっとあの意識していました。まあ、それは何でかというと 19年の新型インフルエンザのときにもワクチンの混乱、配布の混乱というのはちょっと起きてて、でその混乱の後にですねこれもうちょっとなんとかならなかったのかということを、ちょっと公衆衛生学者の方からですねあの相談を受けていたという経緯があるからです。まあ、このあたりの経緯は、えー、UTMD に所属している松島が書いた本の中にですねちょっと書いてあるので、もしご興味がある方がいれば、これを読んでみるといいと思います。 UTMD、で UT どんなふうに活動していたかというと、ですねちょっと,、えーとその、あれですね、あの後から振り返ると、まあ、あの部分的な改善には結構貢献できたかなと思うんですけれども、まあ、ちょっと抜本的な解決には至うことができなくて、アプローチの仕方についてはいろいろ反省点があるなというふうに思ってます。 まあえっと、タイムラインとしては、ですね、あのそのコロナ禍真っ最中にですね、UTMD が創設されてで、そこでワクチンができるっていう,ふうな話が急にパッと出てきて、ですねあの、そこから慌ててワクチン配布の、えっと、研究チーム、ですね、コロナのワクチン配布に特化した、えっと、グループみたいなのを作って、えっと、マーケットデザイン的な観点から言うと、どういうことが言えるのかということを、まあ、少しずつあの公開していったっていうふうな、えっと、イメージなんですけれども、まあ、その中で活動していたことは、主にはです、ね、あのいろいろレポートを書いて、マーケットデザインの知見を みたいなのを政策提言したりとか、あるいはですね、あの自治体とか職域接種を実施している企業、えー、とグループみたいな、えー、と人たちの相談に乗るっていうことを、まあえー、と3月から8月ぐらいの間、ずっとやっていました。 でまさにですね、えーと、いくつかワクチンの予約管理問題をめぐってはです、ねあの、いろいろ考えるべきことはあるんですけれども、えーとまあ、今回、話題に上がっていて、特に注目されてたのは、まあ、やっぱり予約殺到、あの申し込み殺到の問題ですよね。まあ、すでにあの多摩市の,あの田中様からあのご説明があったので、えー、と皆さんもまあよく記憶喚起していただいたと思うんですけど、例えば横浜市の事例では、7万5000回分の予約を受け付けて、 でそれに対する接種対象者は80歳以上の34万人、えー、という感じでした、まあ、おそらくインターネット使えない人もいますから、えー、とそのウェブ予約ですねあのできる人というのはもっと少なかったと思うんですけれども横浜市は、えー、と100万件パーフンの最大アクセスを想定していたにもかかわらず実際にはです、ね、あのその予約サット予約受付開始当初にはです、ね、200万件パーフンぐらいの、えー、とアクセスがあって結果としてシステムが破綻してしまったということが、まあ、この報道でありました。 これはもう本当に人口を大幅に上回るアクセス数で、まあ、普通に、えー、とワクチンの配布が進んでいたらこういうことは起きるはずがなかったことなんですね。でこれなんで混乱が発生したのかとかどう防げばよいのかっていうのは、まあ、マーケットデザインで考えるべき問題だということになります。 でこなんで起きたのかというと、えー、とやっぱりです、ね、あのワクチンが、えー、と接種希望者と比べて最初に大幅に足りないということが問題の視点としてあります。ワクチンに関する需要と供給が最初の時点では非常に不均衡が起きているということですね。で混乱が起きた自治体、まあ、ほとんどすべての自治体、結構大、大り小なり混乱が起きているんですけれども、自治体で用いられた予約システムはあの先着順の、えー、とシステムでした。これはどういうことかというとなるべく早く予約を取ると、 えといい予約枠、えー、自分にとって合っている予約枠、あるいは、えー、と予約枠がそもそもなくなることもありますから、えー、予約枠がなくなる前に取れることができるということで、打ちたいなら早く予約するべきというインセンティブが強く発生していました。でですね、あのこうするとです、ね、希望者はです、ね、早く申し込まないと打てないということになりますから、なるべく早く予約するための競争を行うことになる、でその結果としてです、ね、予約殺到が発生しているということですね。 ここで重要なのは、ここで競争が行われることによって、より早く打ちたいという気持ちの人が勝つ傾向は出てくるんですけれども、オークションなど金銭を介した競争とは異なってですね、あの希望者がです、ね、一生懸命かけたコストというのは社会的には無駄で、えーとその たくさん競争することによって、ですね例えば政府が収入を上げられるとか、そういう構造も全く起きていない、えー、さらに言うと、ですね予約殺到はシステムに非常に大きな負担をかけてしまうために、ですねあの社会としてはどちらかというとコストはかけてほしくないという気持ちすらあるというふうな状態だったわけです。で、この予約殺到が発生したことによって、接種希望者にも自治体にも多大な負担がかかりました。で、これ、どういうふうに解決するべきかということなんですけれども。 えとその労力による競争が起きないメカニズムを用いると、ですねそもそもサーバーを増強するとか、えーと、そういうことをそれほどやらなかったとしても、予約を殺到するインセンティブ自体がなくなってくれるので、えー、とアクセスするタイミングっていうのは自然とばらけてきて、ですねあの結果として、えーと、キャパシティの弱いサーバーだったとしても、えー、とちゃんと予約の管理を、ね、行うことができるというふうなことが言、えー、うことができます。 でそれどういうふうにやればいいのかというと、まあ、例えば抽選や年齢などをもとにです、ね、優先順位を作って、あの早い者勝ちじゃなくて、その優先順位の順に予約枠を割り当てるとかいう方法とか、あるいは先着順をベースとしつつも、ですね、予約受付のタイミングを細かく分散させることによって、えー、とその早い者勝ち、早く申し込んだとしても、早く申し込むことによって、勝てる人数が少ないという状況をえと作ってあげるとか、えー、そういうふうなことを行うことによって、ですね、予約殺到の問題はえと解決が可能です。 まあこの辺、えっとすごく単純に話をしてるんですけれども、実際にはです、ね、あの電話予約しかできない人がいたりとか、あるいは自治体が管理していないタイプの,です、ね、あの接種政策などもいろいろありますので、こういうの辺の兼ね合いを調整する必要があって、本当はもう少し複雑です。でこれ結構、先着順が良くないという話をすると、なんでそんな先着順みたいなシステムが使われたんだという質問をよく受けるんですけどえこれは実はです、ね、あの先着順はですね、普段はとても優れたシステムだからですね。 でまあ、これなんでかというと,、まあえー、と予約したタイミングでどこに予約するかが確定できてで早い者勝ちだという構造もです、ね、あのそのどのスロットがいいかということについて人間は希望がありますから、えー、何曜日の何時しかダメっという人がまあ早く申し込むという風なえっ、ー、とそういう風な構造になってくれることによってです、ね、あの望ましい配分がうまく達成されてくれるという,いう構造があるからです。 なんですけど、普段はとてもいいシステムでも、災害時というか、需、えー、給が非常に不均衡な発生しているような状況では、です、ね、あの普段と全く状況が違うので、同じシステムを使っているというのは、あんまり良くないということが、えー、見落とされていたということですね。 でもう一つ重要なポイントっていうのは、えー、と今回のワクチン配布では市区町村がまあ主体となってワクチンの配布政策を練った、えー、ということで、まあ、これはえと良かった面もたくさんあると思うんですね。市区町村の方がえうが現場の状況をよく分かっているので、そういうよく分かっている状況であの戦略を練るというのは非常に良かったと思うんですけど、その先着順の予約システムを廃するみたいな感じでですね。 あの予約管理のシステムを作るみたいな、もう少しスケールするような話の部分に関して言うと、市区町村というのは単位として小さすぎて、新しいシステムを作るっていうほどの,あの規模感ではなかったので、それであのシステムの切り替えが遅れたという部分もあるのではないかと思います。こういう意味で言うと、反省点としては、こういうシステムの管理のようなスケールが問題となる部分では、もう少し大きい単位、国や都道府県みたいな単位が、西一茶地方を取って、そのモデルケースみたいなものを作っていくべきだったのかなというふうに思っています。 これ最後のスライドになるんですけれども、まあ、これからどういうことが行われるべきかというと、えー、とコロナでいろいろワクチン配布ではまあ良かった点も悪かった点もあり、えー、と混乱した原因ですね、えー、とその悪かった点の部分については、振り返ってです、ね、あのこれから改善していくということをやらなきゃいけないんですけれども、このえと反省をしっかり行ってです、ね、その内容をえとちゃんと,えと世界的にまあ情報共有するということまでやることが大事なのかなというふうに思っています。 実際ですね、あのコロナのっ、えー、と元での、えー、混乱の,の、えー、と解決策の参考にするために、新型インフルエンザの,時の、えー、とその混乱のです、ね、状況、あるいは解決策のようなものを、あの私、結構調べたんですけども、えーと、あんまりちゃんと整理されて、公開されてないんですね。でも、こういうものがしっかりあの整理されて、整えられていれば、もっと早くコロナのもとでどういうふうな問題が起きるか、どういうふうに解決できるのかっていうことが、えー、と分かったかもしれないということです。 なので、えー、と現在、ですねあの、まあ、自治体様はまだの3回目接種がありますので、あのそういうふうな感じで、えー、とちょっとまだあのこれに関する作業を一生懸命行っていらっしゃる頃かと思うんですけど、えーとまあ、それがまあ落ち着いたとか、あるいはすでに手が空いている研究者がいるとかっていうことであれば、まあ、今回の反省点を踏まえて、ですねあの望ましい予約管理のシステムっていうのはどういうものなのかを分析して設計するで、それを次回の災害の時に生かす、あるいは、えー、となんか似たような、えー、と別の災害でも別の あのその似たような、えっと、ロジックが使えるようなところではあれですね、あの今回、えっと、分析した経験を生かして、新しい災害に対する対応もしていくということが大事なのではないかなというふうに思っております、はい、あの説明は以上です。ううもあありりががととごござざいいままししたた では、これまで自治体側の現場のお話と、あと学術的な解決方法についてお話があったかと思いますが、実際にフリートークといった形で質問の方をさせていただければと思います。まず、田中さんのにあに振らせていただきたいんですけど、実際、UTMT の野田さんのお話を聞いて、どういったご感想を得られましたでしょうか、教えていただければと思います。 あのま,まあ、あのまさにあのおっしゃる通りだなというところで、あの社会的にあのかけたコストが無駄というところはあの、本当に私も痛感をしていたところですあの、まあ。予約を受ける我々もすごく大変だったんですけど、何よりもその予約をすることにその市民の方々がかけた労力って、なんか無意味というと、あのすごく失礼なんですけど、なんか、 かな悲しいという感情も当時出てきたんですよね。あのいろんな方々が本当同じ時間にしないでみんなパソコンとかスマホの前に並んでるってこんな光景あっていいのかなっていうのは正直な思いでした。だからそこあの当時何にもできなかったというか、まあ、あのそのような形でしかできなかったっていうところはすごくあの残念だったなというところなんですけど、まああのまあ、何回かやっていく中でその 需給のバランスをうまく整えてあの予約枠を出していくということを、まあ、うちもやっていきました。その視点ってすごく良かったのかなとは思ってましてあのバランスが崩れている中での,その先着性の予約ってあの予約の手をなしてないんですよね、もう空いているところをとにかくクリックしまくるだけでしかなくて希望も減ったくれもなかったっていうところがあのすごくあの反省点というかあのやり方があったなっていうようなところで。まあ、何か 今後、まあ、同じようなことがあってはあまり良くないんですけど、あの今後の視点に役立てたいなというふうに思いましたあ,ありがとうございます。ではあの逆に、あの先ほど野田さんの方からその予約システムの在り方についてこう、まあ、ご説明いただきましたけど、こう自治体側にこう求めることといいますかそのこう、こうやってほしいとか、まあ、そういったことがあればあのお話しいただければと思います。 ありがとうございます。えー、と一つ目はですね、えー、とその今回来ていただいている方にはもうすでにあのやっていただいているんですけど我々がどういうことができるとなんかその結構社会に発信しているつもりなんですけどあのそのあたりに関心を持っていただいてなんかこうあの何か我々に解決できる問題があればあの相談してほしいというのが一点なんですけどこれはあのもうすでに来ていただいている皆さんにはもう完全に達成されているということで。 もう一つはですねあの学術地を使ったシステムをどんどん導入していくっていうことにあたってはあのやっぱりシステムの変更とかあの追加みたいなものをやりやすいような土壌がないとなかなかいい方式があってもすぐに実装されないっていう部分とかはあると思うんですね。だからそういう意味でなんかその望ましいアルゴリズムみたいなものをなんかその速やかに整え入れられるようなそもそも基盤のようなものとかそういうものはあの外にいるあの所詮部外者の,あの学者にとっては、えー、と自力でできることはできないので。 その辺りの部分についてですねあの、えーとよ、もっともっと進んでくると、なんというか、その社会システムの改善みたいなものがあの非常にやりやすくなってくるのかなというふうに思っています。うんうん、ありがとうございます。非常に興味深いお話でした。 ではあの時間も限られてますので、最後の質問なんですけど、あのまあ淵野井さんに質問で、あのまあこれまでその自治体のお話であったり、学術的な話があったんですけど、まあ、こういったものを進めるにあたって、まあ、そのどのようにではないですけど、まあ、社会実装といったことを進めていけばいいのかなというお話をお聞かせいただければと思ってます。 あの我々がその偉そうに社会実装かどうっていう立場ではないというのが重々承知した上でなんですけど結構、あのー、いろんなモデルを作っていく中であのやはりその程度っていうのは結構難しい話として最後残るなと思ってましてあの先ほどの災害時と、まあ、平常時みたいなものもじゃあ3回目3回目の接種は災害時なのか平常時なのかと12回目とすると明らかにおそらくワクチンの打ちたいっていうニーズ の高まりもしくは予約の電話のかかり具合っていうのは1回目2回目と比べると弱いと思うんですね。でこれをまあ災害時として展開していくと実は予約枠が余ってあの抽選にすると余ってとかですねであの結局実はこう待機してたものが要は無,無駄になるとか結構あるなと思ってましてこの辺りのこの程度を最終的にこう調整していく。 という時きに、まあ、当然リソースもかかりますし、えー、そのいろんな事象を聞いてもらう人数も必要だしということがあると思ってます。で我々が入っていって、まあ、当然サイバーエージェントとして、まあ、あの全てが変な話事前事業でやるという話ではない中で言いますとそこに何かしら我々の価値もしくは、えー、全体のそのまあ 最適化をするところにですね、まあ、費用対効果が合うような形で我々がソリューションを提供することができるのであれば、えー、我々は存在価値があるだろうというふうに思ってますのでまあ逆に言うとそれをしないとですねあの えー、課題と学術をこう何んですか紹介し合ってなんかつ <laughs> あのなんで紹介屋さんみたいになってしまいますんでまあそういった最後ただやっぱり現場に入るときに、えー、細かい課題ですとか程度の問題っての非常に出てくると思ってますのでまあそのあたりをあの我々がやれればいいのかなっていうのはあのお二人のお話を聞きながら我々のできることとして考えてたところでございますた田中さんどうですか3回回回目目目やっぱ1回目2回目と結構傾向 異なるなるるっていううのはあるんでしょうかあのだいぶあの落ち着いて、まあ、皆さんもその、まあ、だいぶ意識も変わられてきたっていうところもあって、あのっていうのと、まあ、受け手のわれわれも落ち着いてきたっていうところと、あのいい意味でも悪い意味でもその、関心が少し収まってるんで、あの雑音がなくなるというか、あの現場がやりやすくなっているようにあの感じてますありがとうございます。 それではあの時間時間の方になりましたのであの全体司会の特くさんの方にあの司会を返したいと思いますどうもありがとうございましたありがとうございましたそれではここからは残り時間で質疑応答の時間にさせていただきますえー、たくさんご質問いただいておりますので、えー、もしかするとイベント終了時間を過ぎる可能性がございます参加できる方は引き続きご参加お願いいたします。 それではまず一つ目のご質問です。森脇さんへのご質問です。兄弟や引っ越し、部屋面積の変更など複数年アルゴリズムを運用した上での比較が可能な観点というのはあるのでしょうかという質問です。はい、えっ、ー、とこれちょっと難しい質問だなと思ったんですけど、あのまあ複数年で運用したときにどれぐらいその精度が上がったのかっていうのをまあ えっと、チェックできるのかみたいなご質問だと思うんですけれども、1、はい、つありえるのは、まあそのまあ、実際、その制度変更した後にどういう風になったのかというのを、まあ、経年でチェックしていく、まあ、あの書いていらっしゃったよう、まあ不満がどれぐらい発生しているのかみたいなところは、アンケートしたりとか、あるいは実際のデータでチェックしたりとかできますし、あ,と,まあちょっともうちょっと気合を入れて、なんかオフポリシーエバリエーションみたいな、えっと、違うポリシーだったらどうなったかみたいなことをチェックすることも可能かなというふうに思いました。はい、ありがとうございます 続いての質問です。小島先生と森脇さんへのご質問になります。東大マーケットデザインセンターは地方自治体からの依頼に基づいて、保育所のマッチング方式の設計を担っているのだと理解していますが、サイバーエージェントについて本日お,しお話しいただいたような内容をどのようにマネタイズしているのでしょうかというのが一つ目のご質問です。私の方がいいですか、ね、えっ、ー、と、要は、まあ、これって何かお金に。 になつながっているのかって話だと思うんですけど、現状はがあの保育所に関してはつながってないです。ただ、えっと、先ほど節のからあの話しあったように、まああのまあ、技術をこれで培って、まあ、費用対効果で、えっと、出せるようなものがあればあのいいと思うので、中長期的にまあこういうことを続けて技術を高めていきたいというふうに思っています。はい 同じ方のご質問で続いてサイバーエージェントの経済学を活用した取り組みというと広告についてデータを活用してミクロ計量分析をやっているというイメージだったのでサイバーエージェントの具体的な取り組み 何を目的にやっているのかをご説明いただけると嬉しく思います。と,とす、はいありがとうございます。えっとサイバーエジェント全体をちょっと私から答えられないんですけど、まあそらくその、えっと、広告についての、えっと、データ活用みたいなところを、まあ経済学チームがやっているところだと思うんですけど、うん、あの今経済学チームがやっていることは、えっとまあ同僚の安井とかまあ加藤みたいなそのまあまさにそのエコノメトリックスを軸にしてえっといろいろ最適化をしているチームと、あと私たちのまあマーケデザインとかあのミクロ ゲーム理論的なところで、えっと、いろいろ改善していくという、まあ、2つの軸をやっているので、まあ、その両輪をやっていきたいというふうに思っていますサイバーエージェントの,あの立場からするとです、ねあのえーまあ、先ほど申し上げましたように2030年のです、ね、当たり前を作るということを一つの、まあえー、ミッションとして我々行動していまして逆に言うと2030年に当たり前のことになっているのであれば、まあ、そこの中で技術があの 我々が提供しているような形になっていればですね、まあ、少なくともビジネスとしても、まあ、あの成立はしているだろうというふうに考えておりまして逆に1つの尖ったところだけだとおそらくあのそれはなかなか成立しない、まあ、我々も長続きしないと思ってますので、まあ、とにかく2030年の当たり前になっているだろうということに対して我々は今取り組みを進めている状況でございます。 ありがとうございます続いての質問です。山室さんと森脇さんへのご質問となります。研究サイドと自治体サイドで方針や価値観が一致しない点もあったかと想像します。どのような点があり、どのように乗り越えたか、あるいは乗り越えられなかったかをお伺いしたいです。えっとですね、私の方からそしたらあれですけど、あの 乗り越えた乗り越えないっていうかあのいろいろ意見交換していく中であのやっぱり現場とですねそういったあの結果的にあの希望円が高い円に内定しているっていう状況でそこで差があるっていうのはあのいろいろと出てきたんですけれどもあのなんていうんですかねその例えばちょっと話も出ましたけどその部屋を45歳 3歳とか共有すればするほどいい結果が出るなんていう話があったときにあのこちら自治体側としてもあの、まあ、どこまで受けられるかで、えっと、できるだけそういったところをあの変更できる部分は自治体側としても柔軟に対応していくことによってよりいい結果が出るというところですのであの今後そういったところがあれば引き続き意見交換してですねあの乗り越えていくという形になるのかなと思います。 あのおっしゃる通りで、はい、私から特に付け出すことはないです。はい。あの、これからも、あの、いろいろ、まあ、現実の、まあ、実情分かっているのは実態サイドなので。まあ、そこに対して、何ができるかっていうのを考えていくっていうスタンスでやっていきます。はい、ありがとうございます。続いて、小島先生のご質問です。東京大学マーケットデザインセンターについて、現状だとマッチングが中心のように思われたのですが。 マーケットデザインセンターに所属している先生を見ると、マクロ経済学を専門にしている方もおり、多様な取り組みが可能なのではないかと思いました。今後、国や自治体の財政であったり、マクロ経済政策に関与していく可能性はあるのでしょうかあはい、えー、っと、そうですね、公式見解みたいなのがあるわけじゃないんですけれども、えー、っと、まあ、原理的にはそういうこともやっぱり可能で、例えばマクロっていうわけじゃない例えば金融関係で、例えばその、 えとある種のトレーディングの、えー、とストラクチャーその、トレーディングルールっていうのは結構マイクロな方でやられてるなんてこともあるので、そういうことは例えば。 比較的ややりやすい範囲内で現状だとまああのまあすごく正直に言いますとあの現状ではまだこう組織を作っている途中っていうところもあるので、えーとまあ、範囲が、えー、どうしても私とか子犬の野田さんとかの、えー、やってることにまあ寄ってるなっていうところありますね。 例えば僕なんかだとそのマッチングの話ばっかりで、今日はまは野田さんもマッチングに近い話をしてましたけど、例えば野田さんはもうちょっと広いこともやっていて、えー、とまあ例えばオークションに関連するようなデザインであるとか、えー、とまあビットコインなんかに代表されるようなブロックチェーンで、えー、に関連するようなことっていうのもまあプロジェクトなんかできたりしているって感じで、えーそう、そういう面からまああの順次広げていくことがあるかななんて考えていますね。あの野田さん付け加えることがあれば是非、うん あいええっと、そんなものだと思いますけど、まあまあ、あのおそらく質問者の,、えっと、その関心であるマクロ経済政策なんかに関してはもう結構すでに政府や自治体にアドバイスしている方っていうのは、えっと、経済学者としてはすでにいると思うので、まあ、そのあたりについては、えっと、あの我々でない経済学者がすでにあの関与している。 のでまあ大丈夫なんじゃないかなっていうのがパッと見たときの,の感想ですあ, <laughs> あそうだね、そういうべきだったですね。あの, <laughs> あのうちのあの我が社、あの東大の宣伝みたいになっけどの例えばあの政策エビデンスベースの,そのポリシーメーカなの中で、例えばそういうことをやっている、まあ、クレープっていう団体があったりとかですね、あの金融をやっているセンターなんかあったりして、まあ、そこに所属人なんかもいるので、あの全体的に時々、すみません、ここの場を書いて、あのお話を持ってきていただいたときに、もう皆さんにいっぱい話をしてほしいと思ってるんですけど、どうしてもあの、 現状の知見が合わないことっていうのは当然あるんですけど、そういう場合に、あの他他の人とかもです、ね、ご紹介したりとか、そういうこともあのできるのであの、これ、うちに合うのか合わないのかみたいな分からないときでもです、ねまあ、なるべく、まあ、気軽に声をかけていただいてもいいかなというふうには思っていままますすす以上ですありりがととうごございます続きましても小島先生のご質問となります。 保育所の補助金が減ることが問題とおっしゃられていましたが、各保育所の補助金が大きく減らないような政策をつけてアルゴリズムを回すことは可能でしょうかあ,ありがとうございます。えっと、ここで えっとお名前あの見るとあの先ほど話に出た河、えー、野先生ですかね、えーっと、難しい質問だなと思うんですけども、いろんな段階が多分あると思うんですよね。あのーえー、っと例えばあの補助金をどういうことに従って出すかということを、もしいじれるんだったら、例えばそれこそ,その人数によらない部分の、まあ、基本的な補助金っていうのを例えば増やすとか、そういう対応は可能。 かもしれないと思うんですよね。ただそういうことが現状で、えー、他のところの制約上できないなんていうときには、まあ、マッチングで対応するってもありうると思います。で例えば、えー、と今,日今日ちょっとお話をしたその越境入園なんかについてこう人数入ってくる人数と出てくる人数が同じになりとかいうのを話しましたまあそれはあの人数に人数に基づいてそのどういう補助金なり、まあ、あの保育士が出てるかってことにい,い 注目してまああそこをうまくやっていこうって話になります。で、まあそれに付随して言うと例えばあのなんだろうな各保ある程度各保育園に人数がばらけるようにその制約をつけていくなんていう方式がまあ,あの既存の文脈で例えば、えー、これ ちょっとあの人から聞いた話なんですけども、東大とか九大とかの工学部であの、学生さんを配属するときにです、ね、各あの研究室にその少なくとも何人かい配属されるようにという制約を入れて、アドバイスを回しているなんていう実装なんかもあるようで、まあ、そういったあああ類のことっていうのは、十分実現可能なんじゃないかななんていうふうに思いますね。ちょっと長くなりましたが以上です ありがとうございます続いて、田中さんへのご質問です。AI 電話のプレゼンでは予約希望者がしゃべった言葉を AI の音声認識が聞き取っていました。しかし、なぜ予約希望を取るときに言葉を使いたいのでしょうか。例えば、AI オペレーターが住所と対応するボタンを提示、AI の指示に従って住所のボタンを選択、接種可能な病院の提示、接種を希望する病院の選択、 接種可能な時間の提示、日付、時間の選択、もし希望者が迷っていそうなら人のオペレーターにつなぐなどの手順を取れば、AI で音声を聞き取るよりも簡単に同じことをすることが可能な気がしますというご質問です。はいえー、とこの議論はです、ね、あの本当にやっているときもありまして、えー、と率直に。えーと そのボタンをやらなかった理由としてはあの非常に多くの,その接種会場が出てくるというところと接種会場があの都道増えてくるという事情がありましたので、えっと、ボタンでやろうとするとその応対票みたいなものを事前にあの配布しなければいけないということで、まあ、現実的でなかったというところなんですが一方でその音声だけで全てやるというのも難しいところがあって。 あの音声の聞き取りとかあのそこに揺れがあの生じやすいところについてはあのボタンを使ったりということであのミックスして、えー、やりました。ありがとうございます。続いての質問ですが、多摩市または渋谷区の方に質問です。ワクチンの予約接予約システムについて野田先生がおっしゃったように市場の需要が課題になる場合は抽選などを用いて。 先着のインセンティブを抑えることができると同時に慶応義塾大学経済学部の栗野教授は予約代行業者の横行を防止することができると指摘しています実際の現場での予約受付業務でそのような代行業者が疑われるような動きは見られましたでしょうか例えば、偽名で予約して大量に予約枠を確保し売りさばけなかった時間帯はワクチン接種に人が来ないなどという質問です はい、えー、と多摩の方からお答えします、えー、とこれはあの我々も少し危惧をしていたところで、えーと、アクセス状況とかを見ていたところ、まあ、そのボットが走っているような状況っていうのは、まあ、多少散見されたんですけれども、それがあの業者によるレベルのものではなかったなっていうところですかね、あの個人の方があの自分、身内の方のを予約させるために、ボットを走らせてるぐらいはあったところなんですけど。 まあ、そういう意味では、あの、まあ被害というか、あの、そこまでにはならなかったと思っていますが、あの、すごく課題があのあるところですので、まあ、そもそもその代行業者が、あの、入る余地がないような、まあ、そこにインセンティブを働かないような制度設計をしないといけないのかなというふうに、あの、感じました。ありがとうございます。では、続いてのご質問に参ります。小島先生に待機児童の話についてご質問です。助成金が年齢ごとにあるため。 保健所にインセンティブが生じて、保健所側の選考に影響があるという話を聞いて感じたことがあります。このような助成金の中には、アルゴリズムを使わずに、マッチングを行うために発案されたものもあるのかなと感じました。実際にそのような助成金はあるのでしょうか。それをなくした方が効率的なマッチングが行える場合、行政は仕組みをまっさらな状態から始めた方が良いのかと思いました。という質問です。 なるほど、えっと、難しい問題ですね。ちょっとこの辺の歴史については正直あまり詳しくないのでもしかしたら田中さんか山本さんの方がご存知かもしれないですけれどもその、まあ、補助金はまあいろんなところに出ていてやっぱアルゴリズムっていう発想があの必ずしもないところでもやられているっていうものはやっぱたくさんあると思うんですよね。で,あので結構問題になるのはそういう場合はあ確かにあのもし可能ならば。 えーとその補助金の出し方ということもいじれるということになると、そうすると、まあ、より大きなあのこうその変更の利益っていうのが出てくる可能性はあると思います。と、えーえー、いうことはまあ原則論としてあるんですけども、一方でやっぱり難しいのは、一度そういう仕組みを作ったら、後から動かすのは結構大変だなというのを日々感じているところですね。例えばあのここににいるる皆さんととやっっててのではなくてもっと昔に やった話であの日本の研修医のマッチングのことを調べたことがあるんですけどもやっぱりこの保育園の場合と、まあ、少し似ていて、まあ、あ,のあれですかね、まあ、保育園に人が来ない保育園があるって話にちょっと似てるんですけど田舎にあの なかなか人があの研修医をするあのお医者さんが来てくれないという問題があってでそれをどう解決するかということを考えたときにあのすぐに思いつくとか実際にやっていることというのはあの例えば田舎の研修病院に研修医が来ると、まあ、そこに補助金が大量を入れるっていう,、まあ、そういうことが行われたりするわけですけどもどうしてもそこをどんどんつけていくっていのはすごい難しくってあんまりこうお金をそうやってジャブジャブ出してお給料を上げちゃうというのは、まあ、社会的に望ましくないということが。まあ おお思われているでそこで動かせないのでアルゴリズムの方で逆にあのまある意味小手先というと変ですけどもそのお金っていうものすごいおかしい,というものを動かすことなくやっていくっていうようなまあ補助金でやったことがありますあのそんな感じでそのどうしてもどどこどういうところがどその補助金を含めてどういうものが簡単に動かせるのか動かせないのか で動かせるところではどこで入れていくのかって、なんかそういうことっていうのは、あのまあ、研究者としてもあの考えていきたいところだし、そのお行政の方と、まあこの、研修の場合だったら行政じゃないところの方もですけどそのおお、プラクティショナーの方と、やっぱり吸い合わせをしていくっていうことは、すごい大事かなというふうに思いますね。以上でですすすありがとうごございます続いま続てのの方へのご質問です 先着順でない予約システムを構築する現実的な案は、当時あったのでしょうか。はい、えっと、そうですね。えっと、その発想は、あの、正直当初はなかったですね。で、ただ、あの、一部の、その、大規模な自治体が、あの、二週間ぐらい先行してやる中で、あの、やはり、その、先着順に無理があるよね、ということが見えてきた中では。 あのそういうところを模索したいなっていう発想自体は出てきたんですけれどもあの正直時間的な制約があってそこを変えることはあのできなかったというところですありがとうございますではちょっとお時間も来てまいりましたので最後のご質問とさせていただきます山室さん小島先生にご質問です。プレゼンンテーショのの中で庭園の時ににどうするかとといいっったたこががが話題に上がっていましたが 入園時に全ての親が加入し、転園したいなどの情報を共有できるシステムがあれば、親同士で転園のマッチングができるので,はので良いのではと思います。ご意見をお聞かせくださいという質問です。えっとじゃあ、まず私の方からあの渋谷区の現状の方で、えっと、お話しさせていただくと、あのやり方としてはあの今ご質問にあったようにです、ねあの、申し込み受けた中で転園規模 されている人が、あの複数いて、あのそこを入れ替えることによって、あのよりお二人とも希望が叶うような場合は、そういったあの対応をとっています。あの。三人がいて、その全部。三人入れ替えて、あのうまくはまるような時も一応対応するようにはしています。以上です。ありがとうございます。はい あ渋,谷の渋谷のシステム、それは本当に素晴らしいなと思います。あの自治体によっては、やっぱりあの今みたいにお互い交換すればいいのに、そこがそもそも見えてないからうできないということが現状で起きちゃってるという,う認識してますねあので、えーと。で、ここもやっぱりあの例えば情報共有するシステムを作って、なんかこう、行ってもらうだけでも、まあ、もしかしたらいいかもしれなくて、あのちょっと違う文脈でも、例えばクラス、クラス、くくあの 大学のクラスとかで人気のクラスっていうのを入れるときにこういうのをやったりする、そういうを交換するなんていうのが実装されたりする例とかあったりするんですけども、やっぱりそうすると、あとはそのどれだけそ,のそういった転園の希望みたいな潜在的で、必ずしも見えないかもしれない情報をちゃんと吸い上げて、それをえとちゃんとその発見してあげるかっていうところのシステムっていうのは、うまく作るっていうのはすごい重要な問題だなというふうに考えています。 すみませんい以上です。も,もっとあのど,どういうふうにかんどういう方向で考えるみたいな話もしたくなっちゃったんですけど今もう時間多分ないと思うのでちょっとここではやめておきますけどもまた是非お話しさせてください。お願いします。ありがとうございました。それではご質問いただいた皆様ありがとうございました。まだちょっとご質問が残っているんですけれどもお時間来てしまいましたので本イベントを終了したいと思います。えー、参加者の皆様お忙しい中ご参加いただきましてありがとうございました。 またパネリストの皆様もありがとうございました。ズームを終了する際にアンケートがございますので、ぜひご回答をお願いいたします。それでは本日はご参加いただきまして誠にありがとうございました。